じゃあ定例の会見を行います。5月5日の日に泊原発が点検のために止まって、これで42年ぶりに、原発の稼働が、全面的に止まりました。でこれは去年の福島原発事故以来1年余りにわたる原発ゼロを目指す国民の世論の大きな反映だと思います。でこの稼働ゼロから文字通り原発ゼロへ政府が決断をするように迫っていく国会論戦と、国会の外での原発なくせと一点での共同を大いに進めていきたいというふうに思っています。それで、政府の場合、政府の立場はですね、原発が今50基のすべて止まっていると、ね、夏のピークをこれで乗り切ることができれば原発なしでも日本のエネルギーをやっていけるじゃないかということがこれ証明されることになるわけで、何としても再稼働したいということに躍起になってます。でしかし福島原発事故から1年余りが経ってもまだ、収束を見ないばかりか、事故原因の究明も不十分ですし、いまだに確か福島県内に16万人の人が避難してますし、県外に6万人の人が避難した ままであります。原発被害は収束どころかますます拡大するという事態が続いてます。一旦事故が起これば取り返しがつかない大きな被害をもたらす原発事故の異質の危険性を明らかにしたものだというふうに言えると思います。にもかかわらず野田政権と電力会社は何が何でも再稼働をということで、保安院がお墨付きを与えた第一次ストレステスト、あるいは新しい安全神話で、例えば免震事務棟などの建設は計画的でいいと、それで OK っていうふうな、いわばこう原因究明もないと、安全対策もない、避難計画も抜きと、内々尽くしで再稼働を狙ってるわけですが、これ本当に世論を無視した、しかもこう安全性を無視したですね、ひどいやり方だと、何が何でも再稼働と、そしてその電力不足になったらどうなるのか、集団自殺云々ということまで政府与党幹部から言われるわけですね。こう電力不足を一つの脅しにしてね、だから再稼働だというやり方はやっぱり根本的に間違っていると。やはり国民の命安全というのは第一で、それとこう電力不足問題を天秤にかけるというやり方は言語道断だというふうに後は考えます。でその電力不足宣伝の問題も数字的根拠も非常に曖昧ですし、過大な需要予測ですし、例えば節電の努力の問題にしたって、新しい代替エネルギー問題についてももっと真剣に考える必要があるのに、そういう問題について何ら明らかにしないままですね、電力不足になったらどうするか、それが嫌だったら再稼働を認めろと、こういうやり方は全く原発事故の教訓から学んでいないというふうに思います。でこういうことが起こる背景にはですね、枝野氏が福井に行った時に、語った言葉が象徴的だと思うんですけども、これまで基幹電源として電力供給を担ってきた原発を今後も引き続き重要な電源として活用することが必要だと、私この言葉はどこかで聞いた言葉だなと思っていましたら、去年の11月エネルギー政策に関する日本経団連の第二提言の中に、原子力は電源の中で基幹的役割を担ってきたと、再稼働が非常に重要だと、こういう財界の思惑をですね、そのまま受け止めた、気を一にした発言で、文字通り財界言いなりに国民の安全無視で再稼働に突っ走ろうという暴挙であるわけで、これは世論を許さないだろうし、再稼働ゼロから
原発ゼロへ向かって引き続き全力を挙げて国会論戦と委員会の闘争を結合して頑張っていきたいと。2つ目に消費税論議がいよいよ連休明け国会で始まるわけですが、昨日のテレビ討論でも国対国対委員長発言してましたけれども、やっぱり消費税に頼らなくても社会保障の拡充や財政再建は可能だと、別の道があるという対案を示しながら、今政府の税と社会保障の一体改革が実は消費税の増税と社会保障の一体改悪だという事実を示しながら、社会保障は切り捨てのオンパレードと、一方で暮らしも景気も財政も破綻に導く消費税の増税と、増税分だけで十数兆円というですね、莫大な負担増を国民にかぶせるわけで、別の道があるということを示しながら、まあ、別の道はこれまで提言で明らかにしているように無駄を削る問題から歳入の問題で言えば、応の負担の原則で大企業富裕層に応分の負担をと、まあ、次の段階では、国民の懐を温める経済政策を進めながら、負担能力に応じて国民みんなが負担していくと。でまずはやっぱり大企業富裕層への新たな減税をやめると、研究開発減税などの特権的な減免税ですね、これらをやめて応分の負担と無駄を削ることによって社会保障の拡充と財政再建の道を進むという我が党の対案を示しながら、正々堂々と論戦を行って徹底審議を尽くしてですね、廃案に追い込む構えで頑張っていきたいというふうに思ってます。私の方からは以上です。皆さんから何かございましたらどうぞ。はい、どうぞ。消費税の今後の一体改革の審議なんですけれども、はいはい、今のところその今週の本会議とですね、はい、来週の委員会での基本、はい、総理入りの基本的質疑というところまでは、はい、固まってますけれども、はい、今後のその日程なんですけれども、先日参議院で問責を受けた2大臣がまだその職にとどまっているという現状がありますが、はい、その現状が続いていてもですね、この一体改革の委員会での議論というものは、これはその共産党としては応じていくという姿勢に変わりないんでしょうか。まず2つ立て分けて考える必要があると思っているんですけど、法的拘束力がないとはいえね、一員でやっぱり問責決議 を受けた2人の大臣ですね、これはやっぱりやめるべきだと。もちろん問責賛成した理由は提案者のとは違う面がありますが、いずれにしてもやっぱり防衛大臣は防衛大臣としての資質に欠ける言動をやってますし、何よりもこう普天間基地の固定化、辺野古港への新基地建設強行というふうな点で当然やめるべきだと思いますし、国土交通大臣の場合はこれはもう公選法違反の疑いが濃いわけですから、当然お辞めになるべきで、辞められなかったら任命権者である総理が罷免をするのが当然だというふうに思っています。ただで2人の大臣が辞めない限りは一切の審議に応じないかと、これは我が党はそういう立場ではありません、国会での徹底した論戦と審議を続いて相手を追い詰めていくというのは我が党の立場ですからということであります。まあ、彼らがっていう2人の問責を受けた大臣の、まあ、所轄する委員会ですね、これはどうなるかという点についてはよく状況を見た上で判断したいと思いますが、まあ問責でやめろと言ってる大臣相手に質問をなかなかしにくいでしょうけど、他の委員会とかね、本会議などを一切ボイコットするような立場はこれまでも取ってきてないし、今後も取るつもりはありません。自民から衆議院 その特別委員から始まりますけども、はい、まあ、その審議入りにあたりまして、はい、その全閣僚の出席を求めていくのか、うん、それとも関係閣僚の出席でいいのかという、まあ、その農政閣僚との絡みもあるんですけれども、はい、そこら辺の考え方は共産党はどういうふうに
まあ、かなり全般にわたりますからね、あの全閣僚出席、まあ、特別委員会で全閣僚出ないとダメという意見があるかもしれませんが、やはりかなりこう単に狭いこう特化された問題だけじゃなくて、総合的なやっぱり日本の政治経済財政の在り方の基本が問われる問題ですから、全閣僚出席して行うというのが基本だと思っています。まずはその予算委員会と同じで、ねえですね、そう思いますね、はいはいはい、まあ、これからそれを求めていく、まあ、そうですね。よろしいですか。じゃあどうもありがとうございました。